JJ ロ論はアメリカ合衆国の元プロレスラー、マネージャー、ブッカー。ニュージャージー州トレントン出身。ヒールの悪徳マネージャーとしての実績で知られ、日本では極悪仕掛け人の異名を持つ。ブッカー業務などエグゼクティブとしても手腕を発揮し、1990年代は WWF と WCW の両団体で養殖を務めた。1962年。 地元のニュージャージーでプロレスラーとしてデビュー。ジョニー・バレンタインを意識した金髪の若手ヒールとして売り出される。1968年からはオハイオなど五大古地区に進出し、以降は1970年代全般にかけて、カナダ大西洋岸の沿海州を本拠地とするイースタンスポーツアソシエーションやアメリカ合衆国南部の NWA 県などを転戦。 テキサス西部のアマリロ地区では1974年9月19日にキラー・カール・コックスから NWA ウエスタン・ステイツヘビー級王座を奪取、テリー・ファンクやディック・マードックともタイトルを争い、プレイングマネージャーとしてカンフィーリートも共闘した。1975年11月から1976年にかけてはテキサス東部のダラス地区において、 モンゴリアンストンパーやムーンドッグロニーメインのマネージャーも担当している。選手としても、1979年1月11日に、テッドデビアスを破り、アマリロ地区認定の NWA、インターナショナルヘビー級王座を獲得。1981年8月27日には、カンザス地区にて、バズ・タイラーと組み、ボブ・スー・イータンテリー・ギップスから、 NWA セントラルステーツタッグ王座をダッシュしている。テネシー州メンフィスのクアでは1982年にジェリー・ローラーやビル・ダンディと構想を展開、同年にクアにてデビューしたカマラの初代マネージャーも務めた。その後、フロリダ地区で本格的にプレイングマネージャーとして活動するようになり、ドリー・ファイクジュニア、ビッグジョン・スタッド、ブルーザー・ブロディ 剣道長崎、アウトローロンバスラ歴代のヒール勢をコントロール、同地区のエースだったダスティ・ローデスとの交想を指揮した。自身も1982年3月にミスターレスリング2号を破り NWA フロリダヘビー級王座を獲得している。1984年よりローデスと共にフロリダからミッドアトランティック地区のジムクロケット、プロモーションズに移籍。 現役を引退してマネージャー及び、ブッカー業務に専念し、リックフレアーらが結成したフォーホースメンのブレインとなって活躍した。しかし、テッド・ターナーのクロケットプロ買収後は、WCW にとどまらず、ビンス・マク・マホンにヘッドハンティングされて1989年に、WWF へ転出。タイタンスポーツ社副社長のポストについて、ラツワンを振るった。 1996年、WWF を脱退して WCW に復職。コミッショナーの立場で現場にも復帰し、申請方ースメント共闘して、んーや、エリック・ビショフとの抗争アングルもいった。2001年の WCW 崩壊後は、ティネに、チーフファイナンシャルオフィサーとして登場。2003年に、ティネを離れ、フルタイムのプロレスリングビジネスから引退した。 以降も各地のインディー団体にゲスト出演しており2006年7月15日にはローの PPV でスビフォーディソーナー4に登場2008年3月31日には WWE の RAW で行われたフレアーの引退セレモニーにかつてのホーホースメンのメンバーと共に出席した2009年下期からは再びローに登場している日本ではジムデュランの名で知られ 1974年1月に全日本プロレスに初来日。以降も中堅ヒールのポジションで全日本の常連外国人となり通算7回にわたって来日した。1977年末には犬猿の中だったアブドーラザ・ブッチャーとザ・シークに史上最強ワックコンビを結成させて世界オープンタッグ選手権にブッキングし彼らのマネージャーを務めるなど 悪の仕掛け人ぶりを発揮した。1983年2月の来日では、ザグレート歌舞伎の外戦帰国第一戦の相手を、務めている。2012年、フレアー、アーン・アンダーソン、タリーブ・ランチャード、バリー・ウィンダムのホーホースメンともに、WWE 殿堂に迎えられた。2014年には単独での NWA 殿堂入りも果たしている。ありがとうございます。